私たち神経は老化によって引き起こされる病気の治療薬を開発する京都大学発創薬バイオベンチャーです。1.3億人。これは2050年における世界の認知症患者数です。皆さん想像してみてください。80歳になった時のあなたを。周りの大切な人や自分のことすらわからなくなってしまったり、 周りの人に自分の介護をしてもらわなくてはならない。そんなことに不安を抱く方もいらっしゃるのではないでしょうか。私たちの主な事業は、この認知症治療用ワクチンの開発です。ワクチンが目指す特徴は3点あります。治療早期開始可能による症状の改善が期待できること。安価なため、 より多くの人に届けることができさらには治療頻度が少なくて済むため介護者の負担の軽減が見込まれますそれではなぜ私が取り組むのか財産は天に降る星と思えこれは私が尊敬する祖父の教えです祖父は製薬企業の経営者でもあり慈善活動家でもありました 私も幼い頃より医療現場に貢献したいという強い使命感を持ってまいりましたそうする中で私は人生で一度だけ新聞記事を読んで涙を流したことがありますそれは2品の新薬開発に成功され日本とアメリカ両方のマーケットでの IPO を果たし世界中の人々に新薬を届けられた上野先生と久能先生の企業エピソードを読んだ際です バイオベンチャー神経は、この上野先生がファウンダーとなられており、私も新薬を世界中の人々に届けるため、ぜひ参画させていただきたいとお声掛けし、ジョインすることが決定いたしました。ここで皆様にお願いがあります。新薬の開発には膨大な資金が必要となります。本事業に共感いただけそうな財団や BC の方をご存知の方あるいは高老化分野での研究者をご存知の方がいらっしゃいましたらぜひご紹介いただけると幸いですご静聴ありがとうございました続いては三島健太郎さんによるピッチです